What's up guys? My name is Lee and welcome to my video! ということで今回の動画は今日から夏アップデ、今日今ね夏アップデが来て今ダウンタイム中なんですけど、今回ちょっとリーク情報から皆さんにねこの動画で見せていきたいと思います。こういう動画好きな方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まあ、今回のアップデートなんですけど、まずこちらですね、これから来る夏バンドル、ガフとこの子とラズだ、夏ラズ、この3人がバンドルとして新しく登場するので、スタイル変更ではなく新バンドルとしてこの3人来ます。まあいろいろとね新しい面白そうなねスキンとかがいるので、普通に楽しみだよね、こういうのが実装されるの。こんな感じで、で今回まだこの実際ゲーム内でも登場してるんですけど、もう登場で、これからこのアップデートが終わったらねゲーム内でも登場するんですけど、こちらのオーバーロードショットガンって新しいショットガンが追加されてるらしいです。楽しみだね、また新しいショットガンって感じで、まあどんな感じなのか楽しみですね。でノースウェット傘、この傘は多分あの夏クエストクリアしたら無料でもらえるアイテムです、ね、今回結構良さげなんだよね、夏のいろいろ。アイスクリームもちなみにもうこのダウンタイムが終わったら、この動画上がってる時点ではもう多分実装されてます。アイスクリームいろんな種類があります。アイスクリームはなんか体力回復だけだったり、ガズルジュースとかフローズンで食べたら足が凍るみたいなとかもあるので、まあいろんなアイスクリーム、スパイシーとかもあるからね。あとは、まあ、スケートボードが来る来ないみたいに言われてるけど、今一応ねスケートボード場みたいなのが新しく追加されてるから、ワンチャンこれから先で追加されるのかな。でもどうなんだろう、夏だけのために作るとも思えないからまだ分かんないですね。なんであのバイクとかスケートボードとか来るみたいに言われてるで言われてるんですけど、まだ追加されるか分からない。で、それ以外にも、今回タワーが今破壊されてる状態だと思うんですけど、それがね投票、俺らが投票してビルをね、これからのビルを決めれるらしい。例えばあこんな感じでここの建物をこれにするかこれにするかみたいなのを今後投票で3種類あるので、投票でタワーを俺らで作り上げていけるらしい。タワー3箇所あるのかな、 ABC ってやつ、これの3箇所だから全部で、例えば A がこの3種類のどれか、 B が3種類のこれのどれか、 C が3種類のこれのどれかって感じで決めれるようになるらしいです。これは新しいスタイル、スターターパック的なやつだと思う。クエストパックか。クエストパックで、これは実際の V-BUCKS じゃなくてお金で買わなくちゃいけないやつらしいです。ブギーボムも今後帰ってきます。近々。ブギーボム、あとね、この魚ゼロポイントフィッシュも近々帰ってきます。あと UFO とインパルスグレネードも、あとワイルドウィークで帰ってくるらしいです、今後。まあ1週間ぐらいかな、帰ってくるらしい。UFO、懐かしい。で、これね、あの前の動画でも言ったんですけど、ドラゴンボールがファイル内に追加されたんで、クエストが、クエストじゃない、コラボが来るんですけど、それの追加情報です。新しくストレングス、体力とか、アジリティ、スパーリング、集中力、リカバリーとか、いろんなトレーニングクエストが、これのスタミナクエストと一緒に来るらしいので、もうこれは完全にドラゴンボールだよね。今まではこのマークだけがドラゴンボールっぽいってだけだったんですけど、クエスト内容を見てもやっぱドラゴンボールと関係してるらしいですね。はい、今回の夏の、フリーアイテムですね。無料アイテム、多分この傘と音楽パックと背中、これツル足かな、だるまっぽいツル足、これ全部無料でもらえる夏の無料アイテムでございます。結構豪華じゃないですか、ね、こちらが6個の、まあ、スキンはなくてもこのつる足とかもちょっと可愛い感じだし、傘めっちゃ良くない？俺傘が今回一番お気に入りかも。がクエストをクリアしたら無料でもらえるアイテムたちですね。で、今回のアップデで、まあ、もう実装、このアップデが終わったら実装されるらしいんですけど、スキンがね消せるようになるらしいです、まあ、これもゲーム内で実際に皆さんに見せていきたいと思います。後で可愛い、ガフめっちゃ可愛くない？これとこのノースウェットの、この前なんかビクロイのあれをくるくるするやつあったけど、それのノースウェット版ですね、これは。もう一個ある、何これ何これ何これ、何の妹か、ブープだって、何の妹なんだろう。色やデザインが最新のカプセルにマッチが、サイヤ人かなのカプセルにマッチする質感を追加、もう完全ドラゴンボールもこれ決定でいいでしょ、これはもうさすがに。見てこれ、あのドラゴンボールに出てくるカプセルの素材がファイル内に追加される、これはもう確定じゃないですか。グライダーのテキスチャーだって、グライダーなんだこれ、めっちゃ良くない？中に入れるんかなこれ、もうこれ決定でしょ。
これはもう決定。前のやつでも結構もう決定って確か言ってたけど、今回のでさらに決定になりましたね。グライダーの名前まで出てんじゃん。ビガーって名前らしい。楽しみー、ドラゴンボール。え、ドラゴンボール追加されるんかな、マップ上に。7つ集めたら何でも願い叶えてくれる、シェンドン出てくる的な。チートすぎるか、それは。一旦これでリーク情報を終わりにしたいと思います。とりあえずダウンタイム終わるの待ちましょう。それまで、カッツ。お、来たよ。ダウンタイム終わったね。カーリーのスタイル変更来た。これも俺、先行入手か。いいね。で、あれだ、まず最初に俺の一番の楽しみね。サマーフェーブルにムジョルニアが使えるようになったのか。どうでしょう、どうですか、ムジョルニアできるようになった。できるようになってる、きたーみんなー、このスキン誰でも、このツルアシね、今まで持てなかったんだけど誰でも持てるようになりました。最高です、エピックありがとうございます。で、次にこれスキンが消せるようになったらしいんだよね。どれだこれ、なんかロックめっちゃ変わってない、ここ、この表記めっちゃ変わってるよね。で、スキンを消すにはL を長押しだって。例えばじゃあこのどうしよう、サンストライダー消すよ、アーカイブ長押しね、これ長押しすると、あ、これで消せるんだ、多分これでどんどん消してって、スキンをね、スキンを一時的に消してって、でアーカイブに入れるってすると、アーカイブにするって書いてあるじゃん。え、これで本当に消えちゃうの、おで、どう、消えた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 よ、みんなスキンが消せるようになりました、やば。で、これ戻すには多分アーカイブってのがあるんで、あ、これだ、アーカイブ済みところにいると、ほら、いるんだよ、消したスキンがいて、これを復活できるのかな、解除、解除長押しだって。これで多分戻せるんだ、普通に。これはどうなんだろう、まだちょっと便利かどうかは。一回ちょっとキャンセルしよう、一回ちょっとキャンセルして、まあ、これでまあスッキリ、ロッカーをスッキリにできるよね。お気に入りとはまた別で、スキンを消してスッキリさせることができる。俺は多分あんま使わないかな。一応どのスキンも使いたいからね。多分そのままにしとくけど、まあでもあれだよね、みんなスキンを消したいときはこれでスキンが消せるようになりました。アップデートです。結構便利かもね、これは。消す必要ある？ちょっとまだね、この需要自体はあんまり分かってない。けどまあ今後もしかしたら便利かもしれないって機能ですね、これ。消してスキンを消してお金とかもらえるわけ、何リファンドとはまた違う、なんだっけ、返品、スキンを返品とはまたちょっと違います。スキン返品はガチでもロック、なんていうの、フォートナイトに返す感じだけど、このスキンを消すは一時的にまあ表示しないように感じだから、ロッカーの中でロッカーから消すで別のロッカーに移すみたいな、でその別のロッカーからもう一個ロッカーが2つになったって考えるといいのかな。1軍2軍みたいな感じ。じゃあ早速ちょっとショットガンとか見ていきますか、アップデートで何が変わったのか。デイリービューグルの名前が変わってるらしいけど、まだ変わってないっぽいですね、これ。まだデイリービューグルだよ。でこっちのところがなんかね、新しく夏のものが追加されたとも出てたけど、特にマップで大き、あ、でもここら辺なんか大きな会場みたいなのが追加されてない？消したら軽くなる、え、そういうのは特にないんじゃない、別にスキンを消したら軽くなるとかは特に重さには関係してないと思います。あ、こっちが、え、でも前とあんま変わってないけど、前もこれぐらいあったよね、よくわかんない、なんか変わるらしい、でもここら辺が。で、今回の今日のアップデートから次のアップデートは4週間後らしいです。うわー、ガチでストーンブレーカー使えてんだけど、やばっ、おほほほー、もうこれは新しい固定ツルアシかもしれん、やばい、激アツすぎるってそれは。で、そう、4週間ぐらいね、フォートナイトのエピックが多分これから夏休みに入るので、多分アップデートは自体はないんだけど、ホットフィックスでどんどんマップとかが変わっていくと思うので、まあ今日全部実装されるわけじゃないと思う。さて、ショットガンあるかな、あ、これじゃない、これだ、プライムショットガンだって、これですね、早速ゲットしました。こちらプライムショットガン4発、おう、あ、リロードめっちゃ遅い、え、2発ずつ減ってない、これ気のせいだ、そういうわけじゃない、2発ずつ減ってるわけではない、リロードはまあちょっと遅い感じ。さて、実際に使ってみて、音と見た目は結構好きだけどね、実際に使ってみないと性能は分からないんでね。さて、どうだ、66108、まあ白ヘッショ108か。レンジはどうなんだ、レンジはあんまりなさそう、あ、でも結構遠くからでもこれぐらいか、まあどうなんだろう、わからないね、白だからちょっとわからないんかな、ちょっともっと
フォーレアリティのもの探そう。まあなんか悪くはない、でもめっちゃぶっ壊れとかでもなさそうな感じ。今何が一応ポンプが今多分一番使われてる武器だと思うんだけど、ストライカーポンプね、が一番使われてる武器だと思うんですけど、それに対して何が強いんだろうこのショットガン、よくわかんないね。 OK150 の木だと、おお本当だ、めっちゃ高いね。なるほどね、レンガでも2発で壊せるのかなこれ。レンガはどうなんだろう、タクショの方が強かったイメージ。うん、ポンプとタクショ合わせた感じかな、まあ、確かに強いけど他のショットガンに比べたら建築のダメージがね。でも言うて連射力がないとさ、なんかタクショみたいにゴリゴリ詰めれないし、ショットガンの中に入ってる弾が多いとダメージが高くなるらしい。マジでガチですかそれ、検証してみます。4発の状態で、ああ本当だ、今175でしょヘッショ、そういうことガチ、それはめっちゃ強そうだけど、だからあれ連射したらさ建築のダメージも同じことかな。これ金にしてみるか、これ金のダメージこうでしょ、でこうしてで一発目紫で100ダメージ、で2発目で、あ本当だ本当だ、やばくね、で4発詰めてマックスチャージで、あ当たんなかった、うまく。150、うわむずい、これヘッショ当てんの、それは結構強いんじゃない、結構強くないそれは、面白いね。しかもちょっと紫じゃない、鉄の壁どうなんだろう。 OK 紫でまずじゃあレン、あの鉄ね、おーなるほどなるほど、100建築ダメージが100なんだ。じゃあ結構もうこうやって、あ強いね、逆にあれなんかな、そのラスト一発でどれぐらいのダメージかによるね。そしたらラスト一発で、ああなるほどね、ここの赤が一番ダメージ強いんだ、それ以降は一緒なんかな、それ以降なら一緒な気が。 OK まず4発残ってる時は建築ダメージ100ね、で3発の時はまあ約80、75ぐらいか、で2発の時も、あそうだそうだそういうことだ、だから4発溜まってたら1発目ん ?4 発溜まってって、この赤が光ってるとこ、この武器の赤が光ってるじゃん、これがめっちゃ強い、でそれ以降の青は普通のこのショットガンのダメージってこと。なんかちょっとチャーションに似てるけど、このダメージが変わる感じ、チャーションに似てるけどもっと使いやすくなったみたいな。よくないっすかこれ、だから1発目が一番強くて残り3発は同じ185だよ。あーでも結構弱くなるんだね、126だから結構弱くなる、なってる気がする。まあこれはあれですね、使っていかないとわからないですね。まあ一発第一印象は面白い、面白くて強そう。投票システムみたいなのはまだないんかな、タワーこれからね投票がねリークでもあったんですけど、あるっぽいんですけど特になさそう、それ自体は。アイスクリームもまだないっぽいね。いや意外と一発目強いのはでかいけどね、もう少し2発目からも強くしてもいいのかな、普通に2発目からのね、普通のこのショットガンの初期値を上げちゃえばめちゃくちゃ人気出そう。おう、あでも普通に2発目でも100出たけどね、でも一発ミスっちゃうと終わりだねこれ。普通に強くない？今ボットだからなんか戦い方俺も違和感なんか変な感じになってるけど、ゴミ武器ではないってことは言っとくわ。まあまだね、まだ来たばっかだから今後変わるかもしれないしね、仕様が。どこにいるの？なんかある、俺行ってない。夏のクエストはまだ表示されてない。
おう、はっ、いいね、この武器。え、結構好き、僕は。オッケー、これがミシック。で、これが金。金でやってみる、じゃあ。いきます。190だ、金。金はワンパンできない、残念ながら。190、2発目が、100。2発目100、金。150入るよ。え、普通に強くない？普通にめっちゃ強いと。ミシックはワンパンできんじゃない？195！ うわ、残念ながらワンパンできないっすね、これ多分。うん、ワンパンできないっぽい、これ。ミシックでもワンパンできない。残念。195ミシック、190が金ですね。マックスダメージ。そんな感じかな。はい、っていう感じで今回の動画は、まあ、今日のアップデートで一番でかかったのはやっぱ新しいショットガンかな。新しいプライムショットガンっていうショットガンが追加されたので、ぜひ皆さんも使ってみてください。今後ドラゴンボールが来たり、夏のアップデートもどんどんね、あのダウンタイムがあるアップデートはあんまないらしいんですけど、ホットフィックスっていう深夜とかに突然変わるアップデートが今後来るらしいので、それを楽しみに待っていましょうっていう感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。